芸人肩のこの時代、一流のネタを持っている、見てさえもらえれば、そんな思いのまま事務所の片隅でくすぶっている彼らを、激安価格でおなじみの家具アウトレットのメガマックスが一括仕入れ。今回仕入れた彼らは本当にネタが良くてギャラがお手頃なアウトレット芸人なのか。それでは2分間の真剣勝負開幕です。目指せアウトレット芸人セブン。メガマックス公認アウトレット芸人か否かを審査するのは、ここ千葉ニュータウン店特設会場に集まった5名のお客様審査員。制限時間2分を超えたら失格。それでは今週も行ってみよう。次くる芸人グランプリ2022で頂点に輝いた2人揃って慶応卒の秀才コンビ、太田プロダクション所属ストレッチーズ。どうもー、どうも、改めましてストレッチーズです。よろしくお願いします。改めまして、僕の名前が高木と言いまして。僕は福島と言います。よろしくお願いします。いや、ちょっと僕ね、はい、英語の勉強してまして。英語の勉強、今日皆さんに僕の英語を見てもらいたいなと思ってました。なるほど、はい。じゃあ英語で自己紹介みたいなのできます？あ、My name is Ken Kato. I'm a high school student. My favorite sport is… あ、ちょ教科書の例文そのまま言ってない？え？いや、学生時代の教科書の例文丸暗記してない？まあ、一から勉強し直したからな。いや、そんなことしたらお前高校生の Ken Kato だと思われちゃうから。ああ、まあ、とにかく今日は英語が喋りたくてうずうずしてるから俺は。え、うん、じゃあ昨日何してたかだから。 What did you do yesterday? I went to the party with my friend. 嘘つけよお前。お前絶対昨日パーティーなんか行ってねえだろ。まあ、確かに俺は昨日一日中家で YouTube を見てたな。ほらな、お前クソみたいな一日だな。そんで、あのティッシュ箱から出れなくなる子猫の動画があるんだよ。かわいいやつあるけどお前。めちゃめちゃかわいいんだよ。日頃何みたいな気持ち悪いな。でも今日はもう例文通り行くから俺は。例文通り行くからって何？ My name is Ken Kato. I'm a high school student. 誰の自己紹介してんだこいつ。What's your name? え？いや、What's your name? ああ、My name is Kanta Takagi. いや、お前の名前はナンシー。俺も例文通りなの。知らないじゃん、ナンシーとかさ。ナンシーっていうカナダから来た留学生だよ。設定も知らないからも教科書出てきそうだけど。そばかすがついてる。そばかすは急に俺の頬にはつかないからやめてくれ。いや、そうやってもらわないと答えらんないからね。頭硬すぎるだろ。もうじゃあ分かったよ。 My name is Nancy. I'm from Canada. リアリー、お前が言ったんだろ。お前から言われた情報を言っただけだ俺は。リアリーって書いてあったんだよ。本当に例文通りしか進めらんないんだね。あとお前さ、挿絵通りのポーズをしてくれよ。これ挿絵のポーズだったの？知らねえじゃん、教科書の挿絵で喧嘩とかこのポーズしてるとかさ。雰囲気が出ないから。じゃあこういうこと？ナンシーはこう。知らねえんだよ。ナンシーがこうとか知らねえんだよ。I will do my homework. See you, Nancy. バイバイ。勝手に行くな。もういいよ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは判定です。どうぞ。ありがとうございます。おめでとうございます。アウトレット芸人認定です。ありがとうございます。おめでとうございます。どうも、ストレッチーズです。お願いします。千葉テレのモーニングコンパスの TikTok に出てます。確かに千葉テレのモーニングコンパスの TikTok 出たけど見てね。メガマックスではさまざまなセールスイベントを開催。皆様のお越しをお待ちしております。詳しくはメガマックスのホームページをチェック。次回のメガマックス公認アウトレット芸人にチャレンジするのは人間横丁。乞うご期待。